こんにちは。さあ、豊さん、はい、今日の速報ということで、はいはい、今日は、巨人と広島の練習試合が行われました。他にもやってたんだけども、ちょっとこの試合を重点的に、ね、見ましたけどね、はい、で巨人は、はい、ベテラン組が、登場しましたね。まあ、レギュラー組な、はい、はいはい、まあまあ、やっぱ存在感があるな。そうですね。うん、ちょっと、うん、所作が違うというね、はい、まあ、そういうことは感じたけども、はい、うん、さあ、そんな中で豊さん、はい、この試合の、まあ ポイントというか、まあ、見どころというか、はい、気になった点ちょっと、まあ、気になった点は、はい、まあ、巨人のベテランの仕上がりとか、はい、まあ、そういうことを聞きたいんだろうけども、うん、この時点でまだ仕上がりいらないから、はい、ただ怪我ないからスタートできてるわけだから、はい、故障箇所もなくね、うんうん、だからこの名前を見た時に、ああ順調に来てるんだろうなって、もうその名前がスタートにあるだけで、はい、まあ、感じれたという、うん、まずこれがまず一つね、はい、で広島の方からちょっとさ、はい、行くとさ、はい、中村翔成今日2番というか、なんかオープン戦の練習試合、うん、やっぱり2番に入ってるんだけど、うん、はい、あ、いいね、やっぱバッティングは魅力あるわ。どこら辺がこう魅力と今日感じますか？的確だよね、うん、ただ自分のわがままで、はい、まあ、その町田を待ってるっていうケースもたくさん見かけられたけども、はい、だけどやっぱバッティングっていうのは非凡なものを感じるね、うん、だから、まあ、キャッチャーで、まあ、チャンスがないんであれば、はい、どっかのポジションで出れるぐらい、うん、使いたくなるぐらい、まあ、分かるわ。お、うん、中村翔成選手。中村翔成、はい、うん、あと末がね、あ、はい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 、4番に入ってるけど、はい、まあ、鈴木誠也に構えとか似てますねって言うけど、うん、あんまり似てないけど、ね、俺は似てないと思うんで、はい、ね、似てないと思うんだけど、うん、でもやっぱこう迫力があるな、あのバッターボックス立った時のその迫力がある、はい、だからこの選手がうまく育つと面白いなって思うのと、はい、やっぱ外野でもちょっとね、守備がどうなんだと思ったら、うん、マグレード取っちゃったからね、ファインプレーになっちゃったけどさ、あれ安心ですよね。初回1打席、はい、1打席八百板の先頭打者の、はい、あ、これ抜けてツーベースになるかなというのをピッチャーでね、はい、ピッチャーを助けたという。いや、そうですよね、うん、だからまあ結構面白いなと思ったね、はい、あとは小園は安定してんな。いや、いいですね、小園は今年もやる。おー、これはもうなんかすごく確信めいたものがある、うん、それはなんか躍動感とか、まあ、躍動感とやっぱこう慣れだよね、うん、一軍に対しての慣れ、はい、で林、はい、やっぱ林もやっぱりいいね、うんうん、なんかこう精神的に落ち着いてるな、あの子は。動じないというか、はい、だから非常に、まあ、魅力というか良さを感じた、うんうん、あとピッチャーでは古原、はい、ね、いいですね、三者三振、はい、1-2-3を見事に切り取ったけども、うん、ただね、もっと良くなると思うんだよ。若干ね、力んでるからちょっと高めに行くケースもあって危ないなと思ったんだけど、はい、だけどこのピッチャーはいろんなことができる、うん、例えば駆け引きの中で足を大きく上げて投げたりだとか、うん、構えてクイックで投げたりだとか、うん、もうなんかさ、アマチュアの時にもうなんか完成されてるな。完成度が高いですね、うん、だからその教えるというよりも、はい、やっぱそういうものをいろいろ磨いていくもう段階にいるピッチャーなのかなという、うん、それと24番、はい、大野さんをこう思い浮かべる、はい、だから投げっぷりの良さ、うん、あ、だから頼もしく見えたけどね。ですね、左でもボン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 行ってましたからね。そう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 、まあ、あれですか、今シーズンローテ、はい、いや俺は、はい、入れると思うよ。お、楽しみ、うん、俺はあのぐらい腕が振れて、はい、まあ、いろんなことができたら、うん、もう入れてもいいと思う、はい、うん、頼もしいですね、うん、黒原投手。そうそう、はい、巨人ジャイアンツです、はい、いや、青板はやっぱりいいね。あ、いいですか。結果そんなに出なかったんだけども、はい、やっぱり1打席目のその床田のに対しての捉え方、ボールの捉え方、素晴らしいものはやっぱあるよね、うん、バッティングはやっぱこういいなっていうふうに思ったよね、はい、うん、秋広選手、はい、変わって出てきたんですよね、うん、途中からやっぱね、今必死だと思うんだよ、うん、これで、
この前の試合は 4-4 打ってるし、あ、はいはい、まあ、今日1打席目にヒット打ってみたいな、うん、まあ、途中から交代で、ね、入ったんだけども、まあ、まあいいよね。いやいいけど、このまま1軍でじゃあ残れるかというと、やっぱ言ってるようにもっとやっぱスピードが出てきてほしいよな。そう、スピード差っていうところですね、うん、だからでもやっぱバッティングは魅力あるし、うん、このまま育ってほしいなと思うよね、うん、うまく、はい、うん、あとは、うん、広岡がエラーした、はい、しましたね、うん、お前チャンスもらってんだからしっかりやらんかいみたいな、もったいないですよね、もったいないんだよ、うん、でもバッティングはやっぱいいものを見せてくれるな、この子は。そうするとやっぱり原監督としては残したいなって。いや残るとは思うよ、うん、残るとは思うけど、やっぱ残すんだったら二遊間ができる選手なんだよ、うんうん、残したい選手は、はい、岡本はもう鉄板でもうずっと全試合全イニング使いたい、うん、ファーストはいろいろ中田とか、はい、まあ、場合によっては中島とか、うん、ウィラーだとか、まあ、いるから、はい、だからセンターラインなんだよ、うん、で結局そこでエラーされるとさ、うん、って迷うんだよね、うん、だからここら辺やっぱりバッティングはね、非凡なものあるし、はい、いいもの持ってるんだから、うん、そのエラーだけね、そうですね、うん、だから気をつけなきゃいけないなっていうふうに思うよね、うん、なんかピッチャー陣とかはなんか豊さん、例えばちょっとこれ言いたいとかあります、ジャイアンツで言うんですか。あ、まあ、バッターもそうなんだけどさ、はい、やっぱわがままで待つ、うんうん、まあ、例えばあのなんて言うんだろう、まっすぐをとにかく待ちたいっていうバッターが多いんだよね、はい、でもピッチャーもそうだと思うんだけど、やっぱ外で腕を思いっきり振って投げたいという、そういうピッチャー多いと思うんだけど、でもここはやっぱインサイド1回見せとかなきゃいけないよって言った時に、うん、はい、やっぱちゃんと見せれるようなそういう技術だとかコントロールをね、はい、身につけるといいなって思うよね。あの戸田投手の時もそういう風に言ってました、ね、だから結局さ、行きやすいところでインサイド行ってるんだよね。でも一軍の選手だったら、そういうことっていうのは頭を使って読みながら、あ、ここは一塁空いてるし、ランナーセカンドで一塁空いてるし、インサイドには来るなと、はい、歩かしてもいいぐらいの感じでインサイドに来るな、読んでるから、うん、ね、まだやっぱ二軍クラスだとか、はい、そういうクラスが出てるから、そこでインサイドに行っても見え見えで抑えられるけど、うん、だけど一軍であればちょっと厳しいかもわからないよね、はい、そうなってきます、ね、うん、でもいいものはやっぱ見せてくれるんだよ、まっすぐとか、はい、あとは変化球をコースに決めれるぐらいのものが出てくるとね、はい、使えるピッチャーになってくるよね。うん、あと山田、山田もね、はい、綺麗だな投げ方が、綺麗ですよね。ただテイクバックが、うん、左手のテイクバックがこう非常に特徴があるんで、はい、打席に入るとタイミングが取りづらいかもわからない、うん、直美投手のフォームにだから私ちょっと似てるなっていうふうに。だあとは抜くボールがあるかどうか。だから綺麗なピッチャーってスーッと綺麗に投げてくるんだよ、はい、そこで同じように投げてスーッと抜かれると全部引っかかるという、あ、だからそういうボールがね、ちょっと見たかったんだけど、はい、今日は残念ながら見れなかったというね、はい、うん、だから今度見せてほしいなっていうね思いはあります、うん、そうですね、はい、そして豊さん、自分を戻してきた中田選手、はい、出ました。いや一番さ、はい、心配なのはやっぱり精神状態なんだよね、はい、で昨年やっぱりこう突如、うん、巨人にトレードされてね、はい、でやっぱこう自分の居場所を見つける間もなく、うん、まあ、シーズンが終わるという、うん、でも今日見てるとさ、やっぱり守備でも、はい、存在感あったし、はい、やっぱうまいよ彼は、うんうんうん、動ければ、はい、でもキレもあったしね、体重が増えた割には、はい、でバッティングも自分のフォームじゃないよ、自分のタイミングじゃない、うん、なんか合わせにいったやつがヒットになったけども、はい、でもそういうこともやっぱ対応してくるっていうあたりがやっぱしっかりこう練習で積み上げてきてるんだなっていうのは分かったよね。そうですね、うん、そういう意味でもやっぱりどんな形であれやっぱ一本最初に出たっていうのはなんか政治的に、いや、やっぱ大きい大きい、うん、やっぱまあ、大体2打席って決められてたと思うけども、はい、やっぱ2打席目にヒット打ってね、うん、で代走、交代、もう気分は最高だったと思う、ほっとして、よかったよかった、だからまあそういう気持ちよくね、終われたっていうね、そうですね、ただ今日ね、
やっぱり一番輝いたのは黒原だよ。広島のピッチャー。これはやっぱこう、巨人にとってもあこいつはちょっと強敵になるぞっていうふうに、はい、巨人の方は思っただろうね。ということは今日の試合のいわゆる MVP ではないですけど一人注目ポイントの選手を挙げるとすれば、ピッチャーでは黒原投手、はい、バッターでは中村翔成、両方ともカップですね。カップ、おお、まあ坂本おじさんどうでした？坂本まだまだまだのんびりしてていいよ。まあ、そんな焦るなよ、ね、逆にね。でも秋広はねやっぱ一歩一歩だけど本当に良くなってる。着実に良くなってる。だからあとはやっぱこうね体幹、大きな選手を俊敏に動かすっていうのは、はい、やっぱ相当体幹の力っていうのはいるから、はい、だからそう頑張ってほしいなと思うよね。体作り、体さえしっかりしたら本当に使えるような選手になる。まだまだあのやっぱ2メートルあるからさ。そうですね、身長が。だからもっとつけてね、頑張ってほしい。そうですね。というわけで、今日の、巨人そして広島戦の練習試合の、はい、振り返りしていきました。はい。